さんこんにちは。今3時前でございます。今日はですね、1、2、3、第4弾目撮影でございますということで、最近ちょっと1日置いてっていう漬け込んだりとかいうレシピをやってる中で、ちょっとまた新しいのを教えていただいたやつを振り返ってて見たんで作ってきます。今日はですね、もう毎日結構キュウリ食べてるんですけど、キュウリって結構もう足早かったり痛みやすかったりとかすぐダメになったりするじゃないですか。ということで今日はですね、ドラケンさんに教えていただいたキュウリを使った簡単な一品を作っていきます。ドラケンさんに教えていただく一品、超簡単です。使用するのこれだけ、めんつゆとキュウリだけということで作っていきます。さあどうするんでしょうか。はい、今日はですね、ドラケンさんに教えていただいた一品を作っていきます。使用するのはキュウリとめんつゆ、これだけでございます。さあどうするんでしょうか。まずはキュウリをどうするか、2本にするか3本にするかってところですけど、入れる容器の塩梅があるんで、それに応じて、これ開けるときどうするんでしたっけ、下をこう引っ張っていったらこれ取れるよということなんですけど、状況に応じたら取れないから、あ、取りやすくなるということでどうしよう、まあいけるやろ、3本使いますわ。もうせっかくなんで、またキュウリいるやったら明日買ってこよう。キュウリ丸々3本、いい色ですねこのキュウリ。キュウリを洗う、水気を拭くとかそんなん書いてないですけど、一応拭いときましょうか。念のために、念のためにというか、まあ拭くかどうかも分かんないですけど、念のために。はい、ではこのキュウリをですね、なんとこれレンギ、レンゲ叩いていくと、キュウリを叩くということです。叩きます。おお、怖っ。あんまり強くやりすぎて飛んだから、うん、美味しいこのキュウリ。はい、キュウリを叩きました。これをちょっと容器に入れていきます。で、これが入るかどうかなって思ったけど、切らんでも叩いてるから入るんちゃいます。入らない、入らんか、ちょうどなんとか入らんか、ギリギリですけど、つくとて食べててたら減るでしょう。もう無理くりですけど、よしとしましょう。こんな感じで、めんつゆにつけておくと、それだけでご飯が食べれますということで、めんつゆにつけます。かつお節屋だからうまい、山木だし一筋の味が引き出すかつお節の芳醇な香りとうまみ、これを使ってちょっと漬け込むレシピ何回かやりましたけど、全部美味しい。いいだし、いいかつお節、聞いたことありますね。魚介エキスに含まれる魚種、魚介はソーダカツオ、イワシです。あ、全部美味しいやつやん。2倍濃縮めんつゆ、うん、いいですね。海鮮後は傷みやすいため、すぐに蓋を閉め、必ず冷蔵庫で保管し、早めにご食用ください。まだこれいつもシンクの下入れてるけど大丈夫なのかな。あ、冷蔵庫入れやなあかんのよこれ。ちょっと足らんけど、ちょうど使い切りましたねこれ。ちょっと足りるかどうかわからないですけど、こんな感じです。で、これ冷蔵庫に置いてもらいます。1日置くということで後日にスキップします。いきます。では、はい、ということで1日漬け置きました。さあどんな感じできてるでしょうかね。さあどうでしょう、いい感じにできてるでしょうか。じゃん、おお、できてますね。こんな感じです。いいですね。じゃあこれを取っていきます。今現在4時です。何も食べてないんでお腹減ってた。これだけでご飯がいけますよということなんで、しっかり使ってそうなやつを、まあでもご飯で食べてないからそれほどもいらんか。味を見てみるということで、ドラケンさんありがとうございます。キュウリを1日めんつゆにつけました。これだけでご飯いけるということなんで、ちょっと食べてみますね。コーヒーを飲みたいところだけれども、コーヒーがまだできてないので、お茶でめんつゆに1日つけました。どうでしょう、これでご飯がいけるのかどうか食べてみます。ではいただいていきます。これですね、キュウリをめんつゆに1日つけました。ドラケンさんありがとうございます。では食べていってみます。さあどうでしょう、これだけでご飯いけますよということなんですけど、本当にいけるのかどうなのか食べてみます。さあどんな味わい。うん、想像通りの味です。1日置いたからしっかり使ってますねこれ。さあご飯とどうなのか、これでご飯で食べてみましょう。どうでしょうか。ほい、いただきます。
ご飯いけます、確かに。全然キュウリとご飯ってどうって思ったんですけど、麺つゆの味わいがしっかりと出汁代わりになっとるんで美味しいですね。いけます。では食べます。すごいすごい。あ、確かにこれだけでご飯いけますわ。キュウリをちょっと味わい変えて食べたいときに、このキムチの素をつけるっていうのもありやし、それで飽きてきたときでこういうのにこうやってつけて食べてもいいかもしれないですね。キュウリはちょっと夏場は体も冷ましていいですから。もはや漬物みたいなもんですよね。わあ、飲んだ、食べた。ということで、ありがとうございました、ドラケンさん。引き続きですね、我が家秘伝のレシピ、簡単にできるお酒のおつまみ、時短レシピや炊飯器レシピ、また巷で流行ってる料理と教えていただいて、また挑戦していきたいのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ではでは失礼します。アディオス、カシオス、バサラ。